林清天理教の代表で、反乱の指導者企有の変は、19世紀前半の、真で起こった、天理教徒による、宗教反乱である。日本では一般に、天理教徒の乱、天理教の乱の名称でも知られている。この反乱は、白蓮教の一派で、私服千年を信じる天理教の一部により始められた。林清や李府みなりに率いられ、直令や三島省、 カ南省で起きた。1812年、天理教としても知られる、八家教の指導者は、指導者、リフミナリが、真の民の王であると発表し、1813年を、反乱の年と表明した。反乱集団は、資金城の強力な観岸数人の支援を受け、1813年9月15日、北京の資金城を襲撃した。反乱集団は、宮城への侵入を果たし、 当時巫女だった同皇帝が撃退のために金星のマスケット銃を使用する事態となった。このため場合によっては新朝の転覆に成功していた可能性もあるとする見解もある。キーの変はそれ以前に起きた白蓮教徒の乱と同様のものと見られているが、白蓮教徒の乱が宗教的意図に基づいていたのに対し、キーの変では八家教の指導者が 満州族の支配層から権力を奪取しようとする意図が強かったと考えられている。反乱の指導者、林清人、李文成は、1811年の明るい彗星の出現により、真を転覆することを閃めいたようである。北京ではこの彗星は、清王朝の偉大な栄誉を示すものだと主張したが、林と李は、この彗星が真を転覆する。 自分たちの基礎を祝福する吉兆だと考えた。彼らは信者を八つの集団に分け、反乱成功後の将来の分け前を約束することで寄付を集めた。リフみなりが放棄を果たしたならば、資金や領食を提供したものすべてに土地や役職を与えることが約束された。1813年7月、天理教の主要な指導者は反乱の日時を決めるために会合を開いた。 干ばつや洪水並びに小麦の高騰に駆り立てられた彼らは9月15日に反乱を決行することを決めた。収穫の直後であるのに加え、加強御門が熱火行行のため北京を離れている予定だったために資近町の警備は手薄だろうと考えられた。計画では加強御門が北京に戻ってきたところで宮城の外で襲撃し暗殺することになっていた。 河南省カ県の当局者は、反乱の噂を聞きつけ9月2日に、リフミナリを逮捕した。リは、拷問を受けたが、深刻な負傷を受ける前に信者が放棄し、カ県の県庁を襲い、リを解放した。この事件は反乱の日付を前倒しさせることになり、9月6日には、反乱部隊は武器を集め始めていた。天理教の信者は、短期間で、直霊南部、 河南省の勝県や山東省の総県、低東区を制圧した。林清が資金上攻撃を指揮した。ただし、林個人は襲撃に加わらなかった。林は数名の官官を内容させ、約250名の信者が城門を通過できるよう、取り計らわせた。反乱軍は目印として頭部と腰に白い布を巻いた。彼らはナイフと鉄棒で武装し、 正午に衛兵が食事をしている暇に至近城への門を通過する計画であった。加えて、下京御門は城外50マイル弱のところにいた。この計画は部分的に成功を収め、門が閉じられるまでの間に約80名の反乱軍が侵入に成功した。反乱軍が城内にいることに満州族が気づくや、いなや戦闘が勃発した。当時巫女であった。 同皇帝が戦闘に参加し、マスケット銃で反乱兵一名を負傷させもう一名を殺害したのはこの時のことであった。不意打ちの効果が失われるとともに反乱軍は退却した。疑心の衛戦の指揮により、成地下を妃佐氏、軍王面氏、免ンネイミコラは自衛の将校や反乱に加わらなかった官岸を率いて反乱軍の追悼を行った。 林清は9月26日にしのげおに処された。4000名の支援者と共に、リフミナリは輝き県に籠城したが、新軍に包囲される中で昇進自殺を遂げた。その妻、張氏は勝県を拠点として抵抗を続けたが、翌年に県庁が陥落するとともに、自した。四金城の戦いでは、 合計31名の反乱軍が殺され44名が捕らえられたが戦闘終了までに反乱軍は宮殿で100名を超える者を殺傷していた。政府が反乱を制圧するまでに2万人以上の天理教徒が殺された。ありがとうございます。